空の彼方にある星を目指して。はい、こんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回は初心者の方のための、講座第4弾ということでお送りしたいと思います。今回は左手の押さえ方ですね、コードを押さえる時の押さえ方についてのちょっとお話をさせていただきたいと思います。左手はウクレレを支えるために使います。ということは常にここがこのネックの部分にね触れてます。まあコードによったらちょっとずらしたりとかそういうのもあるんですけども、基本はここに当たってますね。乗せたままこうコードを押さえます。 CGF とね、このコードは、教則本とかいろいろそういうのを見ていただいたらいいと思うんですけども、隣の弦に当たらないようにその弦を押さえるということですね。これが隣の弦に当たりますとこうやってならないですね。 G とかもそうなんですけど、 G がこうみたいに隣の弦に当たるとならなくなりますので、なるべく爪を、削って切っていただいて、あんまり爪が長いと指が立ちませんので、指を立ててこう弾いていただくという感じですね。全部の弦をきっちりと鳴らすようにしてください。でこの時に注意していただきたいのが、特にアコギですね、アコースティックギターをやってる方、力をグッと入れて握ってしまうと思うんですけども、力はグッと入れない、優しく、ソフトタッチで押さえてください。っていうのは強く押さえすぎると音がシャープして、気持ちいい音にならないんですね。だから優しく軽く握っていただくというのを覚えてやっていただければと思います。それでは今回、左手の押さえ方というお話をさせていただきました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。